夜中です。夜中の仕事で、とても大変です。ちょっと浜岩先生がね、気がついたことを私がちょっと、ですね、私は東京生まれなんですね。渋谷区十字病院で、渋谷区の十字病院で生まれて、昭和33年10月17日ですね。1958年10月17日、半馬家の本家で生まれましたね。で、東京世田谷区成城町555番地で学生時代、育ったということでね。で、私が東京にいた時、家族は東大3人卒業してまして、私は4人目で、東大ではなかったですけども、さらに勉強しまして、大学を別の大学でしたけれども卒業しまして、おりますけれども、東京が理工に見える、東大とかですね、が利口に見えるというのはね、私が言いたかったんですよ。それだけで。で、今いませんから、利口じゃないんですよ、東京は。ね。で、田舎のこっち、茨城県の方にいますけれども、人とつながってませんから、茨城県が利口というわけにならないんですね。それだけのことなんですね。それでね、茨城県でも地方でも東京の力という頭、東大とかですね、強いから言うことをよく聞くんですよ。で、もうだいぶ前ですけど、東京からいなくなった私がいて、東京はそうなった。私のね、上の生物なものですから、知能が発達してますから、ね、いないんで、ダメなんですよ。ね、言うこと聞いたら。ね。私がいた時は平気でしたけれども、私がいたんで、私の頭でね、力がとか、正すようなことは多少はね、できたんですね。勝手に進んで、東京人が頭、いい言葉、いいことだけね、合わせていただけですけれども、誰もいないんですよ、識者。東大とか言うんじゃないんですね。それがね、ちょっと気がつきました。裁判でも東京の判断にね、言うことをよく聞くんですよ。私がいないんで、ね、逆に有罪にしたり、全部言うこと聞くんですよ。その間違いのことというか、私はいないからね。で、私が東京じゃ汚いし、嫌だということで、逃亡者みたいなことでね、いますから、悪いことはしてませんけどね、もう仲間は嫌だということで出てますから、そういうことでね、攻撃してきたんですけど、私が知能者がいないのに、東京人が裁判所の言いなりに動くんですね。何度もそうなんですね。表はなんだかんだ言うけども、茨城県ですね。全国そうですね、地方。それが気がつきましたね。で、すべてのね、裁判とかいうのは僕の頭で動いてましたから、ね、上の生物ですから、自動で裁判してたわけですね。で、私に来たものに対しては私ができないでしょう。私の頭を動かしたものは当然聞かなくなりますね。誰も裁判官がいないんですよ。それで困ったなということでね、さらにそういう攻撃も来まして、東京からね。私がいないのにね、正しい判断でしてると思ったんでしょうね。
また敵もありますからね、やっぱり人間と違いますから、私はね、まあその両方を気がつきましたね。そんなことでね、ちょっと、寝てないといけない時間なんですけど、アップリングでね、光回線が早くなったんで、今の時期、徹夜でアップリングしてます。内容はね、鎖国の一般では話すようなことは内内ではありませんので、悪いことではないんですけれども、あまり聞きたくない人、頭に関係ない人は聞かないようにお願いいたします。アクセスよりも私の方の仕事の事務上どうしてもしとかないと後で大変なことになるかもしれないということでね、一応期日の事務処理の内容の仕事、私自身の仕事の内容のパテントじゃないけども、何ですか、アリバイなんかもちょっとありましてね、そういうことでね、いろいろ記録に取らさせてもらっております。人間っていうのはね、本当に、話すことは一人でできません。芸能人も世界の人々も私の頭を借りて話してます。分かんないでは話すんですけど、難しくなってくると3000年後ね、8000年後に分かるかなということ、ことを話すんで、最近は拒否反応が多くなってきております。人間たちに、にはちょっとまだ知能が足りないということで、難しすぎるということがありまして、一生懸命なんですけどね。それで